あ、こんばんは。こんばんは、皆さん。こんばんは。こんばんは。明けましておめでとう。明けおめです。明けおめです。明けましておめでとう。明けおめ。ノンティー寝た、ノンティー、ノンティー寝ました。死にそうになるぐらい寝ました。ノンティー明けおめ、明けおめイエッ。新年缶詰で幸せ。うん、今日は1月2日初夢見た、あ、初夢見ました。初夢見たけど忘れちゃった。どんな夢か、なんなんですかね。その初夢の内容によってあれなんですか、今年あれなんですか。初夢見たけど忘れちゃったんですよね、内容が。初夢ね、あの今日のね、今日見たんですよ。初夢ね、初夢でもなんか別、全然悪かった感じじゃなかったですね。悪かった感じじゃなかったけど、うん、初夢、そう、あんまりね夢見ないんですよね、私。変な夢しか見ないから。そう、どういう基準や。もう風俊先生さん、明けおめ、明けおめ、ありがとうございます。年玉、年玉何に使う。明日ね、あのほのたんと遊びに行くんですよね。だからまあそういう、明日ねほのたんと遊びに行くか、その時とかね、早速お年玉もらったので使いたいなって思います。今日も可愛いね、ありがとうございます。そうなんですよ。パンちゃん、明けおめ、明けおめ。そう、きっと明日も可愛いはず。はずですか。ローライスね、前なんかローライス食べに連れてってって言うけどね、ローライスなかなかね連れてってもらえないんですよね。シュニート可愛い、ありがとうございます。雰囲気違う、メイクの感じがいつもと違う。本当ですか。そう、今日ねメイクめっちゃしてる。うん、今日は厚化粧。厚化粧です。まず明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。そう、今日はね特にねあんまりなかったからね。大人の女って感じ。メンバーにはまだ会ってないですね。そう、そうなんですよね。初詣行ってない。そう、だからおみくじやってないんですよね。おみくじね、初詣行きたいんですけど、うん、相撲で行きたい。行きたい、相撲で。なっちゃんさん、まぶしい。
みんな実家やもんね。そうそうです。そうなんですよ。そう、皆さんはその2018年から2019年になる時何してましたか？そう、私はめっちゃテレビに夢中だったんですよ。その時めっちゃテレビに夢中でから、ずっとテレビをこう見てたんですよ。だから2019年になって、2019年になるじゃないですか。でその後もずっとテレビ見てて、で12時半くらいに LINE 見たんですよ。そしたらもう結構 LINE が来てて、でめっちゃ明けおめみたいなことをね来てたんですよ。12時ぴったりとかに。だから本当はちょっと手遅れたなと思って。そうちょっとそう、マイキューの配信見てた。マジか。あ、そっか、ショールーム配信見れるのか。そうなんですよ。野球の練習してた。嘘。すごいね。すごいですね。そんな時でも野球の練習。おきちゃんの配信のおちゃんの話聞いてた。嘘。何話してたんですか。おきさん。あれ。で18歳以上のメンバーはね、12時過ぎてもできる、いいですよね。めっちゃ羨ましい。生きものタコありがとうございます。で12時半ぐらいになって、さっきも言ったけど携帯を見たんですよね。そしたらほのたんからもうなんか10件ぐらい電話の不在着信が来てて、と思って、嘘、なんでこんな来てんのと思って、その時かけ直したんですよ。そしたらなんかいきなりなんか、はい、明けましておめでとうございます、そうですね、2018年はまあ、あなたにめっちゃ強く当たってしまったので今年は優しくしますねみたいな、ずっとなんか そういうことを淡々と喋られて、なんかこっちも返す暇もないぐらい淡々と話して、でほのたん、じゃあありがとうございましたって言って、でなんか喋ろうと思ったらパーって切られたんですよ、プチって。びっくりした。と思って、何と思って、そんな夜中にと思って、しかももうこっち言う暇もなく切られて、と思って。びっくりしましたよ。めっちゃ淡々とずっと喋るから、そう、何も噛まずに淡々と話してて、んと思って、でこっちの話す暇もないくらい、そう、それで切れて、でと思って、で LINE でなんやと送ったら早く寝ろって来て、それで終わりましたね。な、そう、あの電話は何だったんでしょうか。さすがお天気お姉さん。びっくりした。めっちゃ子供扱いされる。子供扱いされる。そう、早く寝ろって言われて、いや寝んわと思って、そんなこと言われたら寝んわと思って、ってなって。そういうこともありました、2019年。そうそう。2019年そういうこともねありまして、明日はのんちゃんに会えるとウギョギョギョギだな。あ、もうかわいいわほんま。かわいいわほんま。
楽しみ。そう、明日はね、久しぶりにほのたんとちょっと遊んできますので、そう、またメール一本送りますね。メールで写真、そう、しゃぶしゃぶなうとか送るのでそう、イラつくかもしれない。みんな大晦日はガキの使い見る。あ、見てた。あ、ガキの使い、ガキの使い、ガキ使はですね、録画して、あの今日の昼とか見ました。イラってくるかもしれない。そうなんですよ。そう、結構冬休み、あ、結構お休みあって、で、そう、ほのたんと全然遊ぼう遊ぼうって言いながら全然遊んでなかったなくて、で、やっと明日遊べるということで、よかったよかった。そう、お正月何しました？昨日は、そう、昨日はね、そう、あの調理もしようと思ったんですけど、あのおばあちゃん家が結構田舎で山なので電波が悪くてできなかったんですよね。そう、紅白ね、紅白見ました。そう、紅白見て、あの、そう、ユミリン、そう、見ようと思ってユミリン見てた。あ、福袋ね、もらいに行ったんですか。正月ね、今も正月でか、晩はごちそう食べたか、 ごちそう、そうですね、お刺身食べました。あ、カウントダウン TV 見ましたよ。カウントダウン TV 見た見た。そう、あれは結構夜中だったじゃないですか。でも、そう、あの、そう、ギャラ姉がいなかったので、ギャラ姉の部屋のテレビで見てました。いやー、今日目、夜更かし、夜更かししちゃった。夜更かししちゃいましたね。お餅食べてない。自分あんまりお餅ね、あれなんですよね、苦手なんですよね。そう、年越す瞬間ジャンプした？してないですね。年越す瞬間結構あっさりしてましたね。そう、なんかテレビとかでやるじゃないですか、5、4、3、2、1みたいなやるじゃないですか。うんうん、で、なんか年明けるじゃないですか。全然なんか あっさりしてた。そう、ああ、2019年だと思って、そう、そんな感じでしたね。そんなジャンプとかもせず、あっさりと年を越しました。そう、で、なんか外でなんか音が鳴るじゃないですか、なんかバンバンって。今年初のアイスは、あ、パルムだ、パルム、そう、パルム、パルムですよ。そう、今年初アイスパルムです。今思ったけど、多分パルム、うん、パルム、パルム、パルムですよ。昨日おばあちゃん家に行って、おばあちゃん家にパルムがあったんですよ。なんかちっちゃい、なんかパルムみたいな、あれ食べた。そう、おきちゃんに言っとってください。身体なのか、2019年初アイスはパルムっていう武勇伝ができたんで言ってください。そしたら絶対おきちゃんバカにするからね。よいしょ。皆さんは何でしたか？皆さんは今年初アイスはパルムですか？本当にパルムですよ。そんな全然ビジネスパルムとかじゃなくて、本当に昨日初はパルム食べました。本当本当、これ本当ですよ。
エナジードリンクはリアルゴールドです。そう、最近ね結構リアルゴールドにハマってて、ガリガリ君大人の味、え、ガリガリ君セブンで言ったハーゲンダッツ、あ、お高いやつだ。ちょっとお高い。おいくら万円したんですか。クッキークリーム食べたい。確かに。お決まりのリアルゴールドです。2019年ってイノシシですよね。イノシシはですね、イノシシの結構ね自分、え、うまいんですよ。イノシシ書きますね。イノシシうまいんですよ自分。iPhone が割とが、あ、そんな画伯とか気にしないでください。そこまでのじゃね、あれなんですよ。そんな凝った絵描けないんで凝った絵描けないんで、そう、マイキューみたいなね、凝った絵描けないんですよ。いやー、イノシシ、イノシシです。かわいい、めっちゃかわいい。コタくん言われると思った。コタくんっぽいですよねこれ。うん、かわいいな。なんか幼稚園児が描く絵みたいなクオリティなんですけど、全然画伯とかでもなく、ただ赤ちゃんが描いた絵みたいな感じですね。イノシシ、そう、なんかえ、でも結構上手いんですよ。なんかあれなんですよ、こういう自分で思って書くのは苦手だけど、でも画像とか見て書くのはねめっちゃうまいです。イノシシイノシシ、イノシシって分かんなくないですか。イノシシって何みたいな、イノシシのあれが思い浮かばないですね。クリスマスカレーとかすごかった。え、すごいですよねあれ。結構ね、スチューデンツ見ました。クリスマスカレー結構いい出来だったと思うんですけど、サンタカレー、このサンタカレーね結構ねめっちゃ良かったくないですか。まずイノシシに首いらないそう、あれね、裏話があって、サンタカレー作り終わった後めっちゃ材料残ってたんですよ。だからもうチホちゃんとミチとね、そう、その時はチホちゃんとミチと私で3人で、そう、ペアというかグループで対決してて、それ終わった後なんかその赤チーム、マリーナと
カノンタンとマヒちゃんがあのなんか他の撮影というかあのコメント撮りみたいなのがあって、その時あのチョウちゃんとミチとノンちゃんで暇だったんですよ。その対決が終わったあと、対決じゃないわ、作り終わったあと、そう、その時にあの材料がめっちゃあの余ってたんですよ。だからもう3人でね、淡々とずっと食べてました。こうやって淡々とこうやって、ね、ずっと食べてました。淡々と余った食材をそう、たウインナーとか、そうなんか、そういろいろ余ったんですよ。ブロッコリーとか、そうずっと淡々と3人でこうやって食べてました。そう、スタッフさんじゃなくてメンバーが美味しくいただきましたそうなんですよ。そう、3人でずっとこうやってそう淡々と食べて、そう、なくならせましたよ。ちゃんとハムとかもあってからね、ずっと淡々と食べて、そうで、なんかそうみちゅが、そうあのみちゅがあのカレーも食べていいですかみたいなみちゅと思って、かわいいと思って、食べる、めっちゃ食べると思って、そう、その時ねお腹めっちゃ空いてたんですよね、みんな。だからそうでみちゅがカレーこれ食べ始めて、であののちゃんは食べるって言われて、食べるって言って、そうでのちゃんはあのその牡蠣も残ってたんですよ。だからその牡蠣もそのスプーンの上にカレーとご飯を置いて、その上に牡蠣を乗せてくれて、牡蠣カレーよーって言って食べさせてくれましたそう、牡蠣カレー食べさせてくれた、そうっていうっていうね話でした。はい、じゃあ今年のイノシシはこんな感じでいきたいと思います。そう、この今年の2019年はこの子のように頑張っていきたいと思います。そう、2019年はねこの子っぽくね頑張っていきたいと思いますね今年の目標はこの子です。今年の目標はこの子謎の目標。クマじゃない、イノシシですよ。都心明けおめイノシシですよ。こっち見てるのさ、のんちゃん画伯か、画伯じゃないですよ。イノシシの有名な幼児受講をお願いします。イノシシなんだっけ、イノシシもう木から落ちるじゃない、それは猿。え、なんかイノシシに3年だっけ、なんだっけ、イノシシに3年、なんだっけ、イノシシ、なんだっけ、イノシシアレルギー、イノシシアレルギーじゃなくて、なんだっけ、イノシシ猛特権、猛突進、イノシシに3年はきつい確かに、ちょとつ猛進、何ですか、ちょとつ猛進って、何、イノシシ要素一つもないじゃないですかちょっと切れるっていう、え、イノシシ
イノシシ要素なくない？ちょっとつぼし、ちょっとつぼしなんか無理やりくっつけた感がある、なんか無理やり作った感ですね、ちょっとつぼしって。ちょっとつぼし。まだまだ勉強が必要なようです。まだまだ勉強が、そのうちはさ、ちょっと反抗期なんで、ちょっと皆さんお許しを。2019年もぬんちゃん寒いのか暑いのか分かんないんですよね、今暖房つけてるんですけど。よいしょ。カラオケね、ちょっとね、そうカラオケね、カプリコたまに食べたくなるけど、食べると後悔する、買うと後悔する。なんでですか？カプリコ美味しいよ。カプリコね、意外と結構好きなんですよね、地味に結構好きなんですよね。そう、地味に結構好きですよ。昨日おばあちゃんちで食べご飯食べてたんですよ。それでなんかで、おばあちゃんちって結構食べるじゃないですか。なんかおばあちゃんち結構食べて、おばあちゃんって結構こう食べろって勧めてくるじゃないですか。それでそう、おばあちゃんが、なんじゃもうだ食べんだ、ほなね、もう成長せんよみたいな、まあ、おばあちゃんあるあるですね。そう、結構そういう風に言われて、食べたよ地味にって言ったんですよ。そしたら、なんで地味にねみたいな、なんで地味に食べるんねって言われました。そう、そう、最近の用語がちょっとおばあちゃんわかんないみたいで、結構まっすぐに受け止めるというか。そう、そう、ちょっと若者ジョークはちょっと伝わらなかったですね、おばあちゃんには。そう、びっくりびっくり。地味に食べる。そうなんですよ。おもさん、ハートありがとうございます。可愛くてしょうがない、嬉しい。おばあちゃんはのんちゃんがアイドルってこと知ってるの？知ってますよ。そう、めっちゃ知ってて、そう、おばあちゃんめっちゃ知ってますよ。そう、スマホとかガラケーなんですけど、いろんな情報知ってて、どこからってぐらいの情報知ってるんですよね。スマホも携帯も持ってないけど、そう、スチューデンツも毎回見てるし、そうそう、結構ね、情報やんですよ。そう、どこから知ったんぐらいの情報まで知ってるので、そう、結構すごい。今年の野望を教えてちょ。今年の野望ですか？健康第一ですね、今年の目標は。2019年は健康第一。
き初めしてないです。書き初めね、嫌いなんですよね、昔から習字、お習字というものが、うん、よくなんかあるじゃないですか、あのよくあの学校の授業とかでなんかめっちゃなんかね、皆さんお習字しましょうみたいな先生いるじゃないですか、嫌なんですよね。そうお習字嫌なんです、なんかねお習字は別にいいんですよ、いいんですけどなんか用意がめんどくさいんですよね。あタワータワーありがとうございます。あ1年間みんなが健康でいられますようにさんありがとうございます。1年間みんなが健康でいられますようにさん、その通り、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい。今年2019年初タワーですね、ありがとうございます。じゃあちょっと今年1年みんなが健康でいられますようにさん、あまたタワー、おかわやんさんタワーありがとうございます、嬉しい。2個目のタワーありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。2019年初タワー2本立ちました、ありがとうございます、拍手。星投げという、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、嬉しいです。やっべっちょやっぱ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 充電がないそう新谷なのかショールームあるあるですね、充電がない、ちょっと下がちょっとあれなんですよね、ジャージなんですよね、よいしょ、買うかな、買わない、買わないんじゃけど、よいしょ、よいしょ、よし、オッケー、焦るー、わよいしょよいしょよいしょ、装着完了、よし、オッケーオッケーありがとうございます、ありがとうございます、あのあれですね、タワーありがとうございます。でちょっと儀式をしたいと思います、儀式儀式、なんかクラゲ、今年もなんだっけ、今年1年間みんなが健康でいられますようにさん、1年間みんなが
健康でいられますように、いられまあ、いられまよす、いられます、あ、いられますように、さん、はい、ありがとうございます。1年間みんなが健康でいられますように、さん、ありがとうございます。うん、ありがとうございます、ありがとうございます。いられますようにさん、12月2日だ、2019年、よし、ありがとうございます。じゃあちょっと2019年初ということで、イノシシも書いときます。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。1年間みんなが健康でいられますようにさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。次、かわやんさん、かわやん、さん、1月2日2019年、ちょっと関係ないけどウサギ書いておきますね。よし、かわやんさん、ありがとうございます。はい、かわやんさん、ありがとうございます、ありがとうございます。なぜに、なぜかウサギを描くっていうね。あー、怖っ、これ落としそう。ではこちらのおなじみタワーボックスにインさせていただきます。じゃあまずは1年間みんなが健康でいられますようにさん、ありがとうございました。次、次がかわやんさん、ありがとうございました。 OK、2019年初タワー、ありがとうございました、ありがとうございました。猫とウサギに見える、マジか。よし、わ、ありがとうございます。時をかける少女だから OK。 イエイ、 OK、 儀式完了。じゃあちょっと2019年初の配信なので、ちょっとマジックを見せたいと思います。そう、2019年初マジックですね。2019年身につけた、そう、マジックなので、それを初披露させたいと思います。初披露、初披露マジックですね。そう、ちょっと待ってくださいね。今回使うのはあれなんですよ、ティッシュなんですけど、ティッシュマジックをするんですけど、さっきティッシュ用意してたんですけど、コタくんにそう食べられちゃって、食べてはないですけど、なんかちぎられちゃったので、
と用意しますね。はい、ではじゃあ用意できたので、まずここに、ここに、ここにですね、じゃあちょっと、新谷7日マジック、新谷7日、新谷7日マジック、新谷7日マジック、新谷7日マジックスタートドゥルルルルルドゥルルルルル。まずここには何も何もあの四角形もないティッシュがあります。じゃあちょっとどうしようかな。じゃあオムライスおじぱんくん、そう久しぶりに登場した、よしよし、オムライスおじぱんくんにちょっと本当に種ないのか確認してもらいたいと思います。よろしくお願いします。了解。あー、これはないですね、仕掛けはい、ありがとうございます。ということでオムライスおじぱんくんも仕掛けはないと言ってくれておりますので、続きさせていただきます。はい、こちらね、種も仕掛けもないです。はい、じゃあちょっとね、種も仕掛けもない、ティッシュなんですけど、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、種も、はい、種も仕掛けもないです。はい、種も仕掛けもないですね。誰が来るよね誰も来るじゃないですよ、ソロプレイヤーです。はい、でこんな感じでなくてですね、ではまずここに手をこうします。でこうします、裏も見せて、裏も何にもないですね。じゃあこれをこれをこの中に詰めます。この中に詰める、はい、この中に詰めて、はい、で、よいしょ、抜きます。はい、はい、こんな感じになりますね。でじゃあ、ちぎりますね、ここよいしょ、はい、ちぎれました。はい、ちぎれましたね。はい、じゃあちょっとこれを、はい、今見えましたか、ちぎれましたね。でここにふっと息をかけると、じゃーん、なんとちぎれたのに穴が開いてませんちぎれたのに穴が開いてない、これこそノーマジックはい、以上です。オムライスおじぱんくんどうでしたか。これはすごいね、これはほんとすごいよ、ありがとうございます。ということでですね、ノーマジックでした新たな技を見つけたんで初披露させていただきましたそうそうなんですよ、そうノーマジックはね、結構見破られるんだよね、そうこうね、はい、ありがとうございました。あれでしたね、ティッシュももう一回見せていいですよ、見てくださいよ、ほら念入りに、ほらほらほらめっちゃ煽るっていうね、念入りにほら裏も見せましょう、おお、はい、っていうドッキリ、あ、ドッキリじゃないわ、ドッキリ誰に誰にドッキリだよはい、っていうマジックのマジでした。どうでしたかどうでしたかドッキリじゃなかった、ドッキリじゃなかった
一万円札でやってよ。一万円札。はい。以上、オムライスおじぱんくんでした。はい。じゃ次ですね、あの七並べが12月分の七並べ本当にありがとうございました。そう、新谷のかを締めにして、やってくださった方ありがとうございました。ということで順位を発表させていただきたいと思います。12月の順位ですね。12月のそうありがとうございます。本当にそう新谷のかを締めにしてやってくださった、ね、方ありがとうございます。菊池さんの後にしっかり書いておりますので、では50位から発表させていただきたいと思います。50位、船たるさん。船たるさんありがとうございます。船たるさん、じゃあどんどんいきますね、49位、ピマさんありがとうございます。48位、ザキさんアットマークさんありがとうございます。47位がマサタロウアットマーク NGT さんありがとうございます。46位がミヤモスさんさんありがとうございます。45位がナギサさんありがとうございます。44位がゆずこい劇場のイソロさんありがとうございます。ちょっと順位ちょっと忘れちゃった。順位ちょっと面倒、ちょっと順位はちょっとちょっと読んどるうちに忘れちゃうので、ちょっと順位読まなくやっていきたいと思います。さえままさんありがとうございます。ひめたんさんありがとうございます。コバンダムさんありがとうございます。赤ちゃんマンさんありがとうございます。みっちゃんさんありがとうございます。あきらさんありがとうございます。るきさんありがとうございます。新谷を守るための戦いさんありがとうございます。いくさんありがとうございます。七神の健三さんありがとうございます。こぶやきさんありがとうございます。てっちゃんさんありがとうございます。次が、31位ですね、 BK のんちゃんさんありがとうございます。ゆっきさんありがとうございます。斉藤さんありがとうございます。スーパーラップさんありがとうございます。かりんさんありがとうございます。イカ天大王さんありがとうございます。ゆっちゃんまじまんじさんありがとうございます。 KT のんさんありがとうございます。ライリーさんありがとうございます。さきさんありがとうございます。かわやんさんありがとうございます。財前同棲さんありがとうございます。レールスターさんありがとうございます。縁側さんありがとうございます。いちごさんありがとうございます。ポンコツさんありがとうございます。バカアンドお前もかさんありがとうございます。メロンちゃんさんありがとうございます。浜のひろっちさんありがとうございます。12位ですね、12位からしんくんさんありがとうございます。リオさんありがとうございます。まさきさんありがとうございます。つちりさアットマークバブーさんありがとうございます。リリとルルさんありがとうございます。ロコリンさんありがとうございます。乃木4672さんありがとうございます。小池てっちゃんさんアットマークのんありがとうございます。そして4位、ルドンさんありがとうございます。ありがとうございます。そして3位から1位の方はですね、またちょっと折り紙で作ったので、まず3位がじゃーん、葉っぱさんありがとうございます。そう、いつもだったらメダルなんですけど、今回は特別に1月に、今1月なので、ちょっとメダルじゃなくて これにお正月っぽいやつに変えました。勝手に変えました。葉っぱさんです。3位は葉っぱさんです。ありがとうございます。12月7並べ、たくさんやっていただきありがとうございました。ありがとうございます。そして、2位が、じゃん、虎之助さんありがとうございます。2位なのでちょっと銀色にしました。虎之助さんありがとうございます。ありがとうございます。そして1位が、じゃん、ニコさんありがとうございました。1位がニコさんです。ありがとうございました。じゃあそう、
1位は金色ですね。ありがとうございます。たくさん、プレイしていただき、身体なのかを締めにしてゲームしてくださってありがとうございました。ありがとうマット、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。そうメダルじゃなく、そうメダルにしようかなと思ったんですけど、やっぱ1月で1月らしくちょっとこっちに変えてみましたちょっとお正月っぽいやつにちょっと この限定でね変えました。ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。はい、ということでありがとうございました。もう充電切ろ、よいしょ。はい、ということで、そう、はい、ありがとうございました。そう、そういう本当は1回でもね、プレイしてくださった方ありがとうございました。ひちだらめね、そう遊んでいただきありがとうございました。今年もね、よければぜひ身体の顔を締めにして遊んでみてください。楽しくね遊んでください。じゃあちょっと今日限定で、そうここに、形がカエルっぽいマジか、あ落ちちゃった、こっち見えない、あここがいい、よし、オッケー、ありがとうございました。1位は上だろ、何でしたでもちょっと位置の関係で、はい、あそうだ、ですね、はい、今申し込み、そう ST48 セカンドシングル、あれなのでぜひ来てくださいね、ぜひ来てね、そうぜひ会いに来てください。今セカンドシングルのね申し込み期間なのでぜひ来てね。ぜひ来てください。そうまだまだね申し込み期間は続くのかな、まだまだ申し込み期間なのでぜひ来てね、ぜひ申し込んでください、お願いします。フラペチーノさん、何これ、みかんだ、みかん、みかん、ありがとうございます。砂ザメさん、おみくじありがとうございます。葉っぱさん、みかん。ダフィオンさん、タコ。キラツグさん、おみくじ。カズトシ先生さん、あけおめ。キヨニーさん、みかん。モフさん、何これ、タコ、タコ揚げ足立さん、タコ。クリーチャーさん、だるま。ジョンさん、おみくじ。トシヤさん、おみくじ。モフさん、おみくじ。モフさん、みかん。ナマケモノさん、タコ。ワッチさん、タコ。レジーさん、タコ。ももじさん、タコ。クリーチャーさん、ハート。ニコさん、みかん。ジョンさん、アイス。ウサさん、ウサさん、みかん。アスカさん、アイス。ウサさん、ハート。ワッチさん、タコ。ジョンさん、みかん。ニコさん、タコ。ナイキさん、あけおめ。ジョンさん、タコ。ジョンさん、尊い。1年間みんなが健康でいられますように。さん、タワー、タワー、
ニコさん、トートイ、イカ天大王さん、みかん、かわやんさん、タワー、タワー、しんちゃんさん、謎のやつ、ザキさん、おみくじ、ルドンさん、ハート、モースさん、タコ、ルドンさん、ハート、アットマークさん、トートイ、ニックンさん、ハート、ワッチさん、クマ、クマ、クマクマ、クマクマ、ニックンさん、ハート、リオさん、かわいい、しんちゃんさん、馬、ニックさん、だるま、ニックさん、音符、ライリーさん、ことよろ、ことよろ、ダフィオンさん、小判、ワッチさん、ことよろ、葉っぱさん、タコ、ニックさん、音符、かわやんさん、ハート、ニックさん、音符、ケイティノさん、ハート、かわやんさん、ハート、ケイティノさん、ハート、ニックさん、ハート、ダフィオンさん、かわいい、ケイティノさん、ハート、ももじさん、タコ、ケイティノさん、ハート、イカ天大王さん、タコ、ダフィオンさん、だるま、ケイティノさん、音符、イカ天大王さん、バラ、ケイティノさん、ハート、ブッチャーさん、タコ、安田さん、みかん、パンジャラモンスターさん、だるま、パンジャラモンスターさん、音符です。ありがとうございます。そして13位、ルドンさん、13位ルドンさん、ありがとうございます、ありがとうございます。12位が、KT 今年も飲んだけさん、嬉しい、ありがとうございます。11位が葉っぱさん、ありがとうございます。飾らせていただいてます。10位がももじさん、ももじさん、ありがとうございます。9位がかずとし先生さん、かずとし先生さん、ありがとうございます。8位がにこさん、ありがとうございます。飾らせていただいております。7位がナイキさん、ありがとうございます。6位がしんくんさん、ありがとうございます。5位がアットマークさん、ありがとうございます。4位がワッチさん、ありがとうございます。3位がライリーさん、ありがとうございます。2位が1年間みんなが健康でいられますようにさん、ありがとうございます。そして1位がかわやんさんでした、ありがとうございました。そうですね、タワーありがとうございました。そう、今年初タワーね、日本ありがとうございました。